どうもこんにちは。今日なんですけれども、セリアに行ってきました。もう季節も季節なんで、セリアもですね、いろんなアウトドア用品揃えてました。その中でも前面に出されてた、おそらくこれ新作なんだろうなっていうようなものを今回は買ってきました。とりあえず買ったものを見ていきましょうか。今回買ったものはですね、こんな感じなんですけれども、まあ、まずは固形燃料、これはまあ消耗品なんでしょうがないかなという感じです。それとこれちょっといいなと思って買ったんですけれども、バーベキューの串です。まあ、こんな感じのものなんですけれども、先っぽにカバーがついてて、こう好きなところにスライドできるっていうバーベキューの串ですね。まあ、この辺だとちょっと動いちゃうんですけれども、まあ、でも動きにくいかな。動きにくいんですが、ここにするとカチッと止まるっていうものになってます。まあ、バーベキューだけじゃなく、子供がですね、結構焼きマシュマロとかするんで、今まではですね、割り箸とかに刺してたんですけれども、まあ、これがあれば結構火から遠いところでできるのかなと思って、これを買いました。こう、焚き火をしながら肉をこの辺に刺して、それでこの焚き火で焼くっていうのもちょっといいんじゃないでしょうか。とりあえずこれを3つ買いました。あとですね、こちらが多目的ネット2段。まあ、よくあるこういう物干しですよね。で、物干しもですね、まあまあこんな感じで結構大きめなんで、まあ、これを吊るしてですね、食器とか乾かすのに使ったらいいかなと思ってます。これ結構ね、100円だったらいいんじゃないでしょうか。あとはもう小物なんですけれども、ボックスティッシュのカバー、ここからこうパカッと開ける。今食器類に使ってるものがあるんですけど、まあそんな感じのやつですね。で、あとこの麻袋2つですね。この麻袋自体もですね、セリアで購入したものです。で、この中に何が入ってるかっていうと、まずはですね、そろそろなくなりそうだった割り箸、あとこれですね。なんかこの色合いが結構いいなと思ったんですけれども、スプーンとフォークと箸、全部3個セットになってます。このですね、スプーンとフォークと箸に関しては、ソロキャンプの時に最初に買ったものがあるんですが、それ以降に何も買ってなかったんで、もうそろそろ買った方がいいだろうということでこれにしました。こちらがシェラカップ、まあ、このシェラカップもですね、とりあえず揃えたいということで買ったんですけれども、直火が使えません。いわゆるシェラカップ結構いい値段するじゃないですか。1個1000円ぐらいとか、やっぱ1000円するのはですね、火にかけられるとか、あとは中にメモリがついてて分量を測れるとか、そういういいところがあると思うんですが、まあとりあえずですね、食器として使いたいので、これを4個購入してます。この麻袋の中はとりあえずそんな感じです。で、こっちの麻袋なんですけれども、まずこれオーバルっていうんですかね、楕円形の食器ですね。まあ、こちらがですね、刺身醤油とか入れられそうかなっていうようなちっちゃなお皿が3つ、それともうちょっと大きめのお皿ですね、これが2つ。で、この仕切り付きのお皿なんですけれども、これが5つ。で、仕切りのない、この仕切り付きのお皿よりも一回りぐらい大きいお皿ですね、これが5つ。という感じでですね、今回はお皿を買ってみました。で、お皿もですね、今までは、紙皿を使ったりとか、例えばスキレットで調理すればスキレットのまんま食べるとかっていうような感じだったんですけれども、ソロキャンプならそれでもまあいいんですけれども、やっぱり家族と一緒に行くとかってなるとですね、まあまあこういうお皿を買って、食べたらそのまんまみんなで洗いましょうみたいなこともですね、ちょっとずつやっていった方がいいのかなと思って、結構な枚数を買ったんですけど、まあこれだけあれば食器に困ることはないだろうということで今回これを買いました。まあ、こういうものはですね、結構セットでケース入りとかで売ってたりとかすると思うんですが、このマークとかもちょっと気に入っちゃったんでですね、今回はこれを買ってみました。やっぱりですね、紙皿で食べるよりかはだいぶ雰囲気も出ると思いますし、お片付けっていう面でもですね、まあ、教育上いいのかなということで今回ですね、これを揃えました。次回のキャンプがですね、もしかしたら家族5人全員で行くかもしれないので、お皿はですね、基本的に5個ずつっていうような感じにしてます。ということで、今回はセリアの新作アウトドアグッズを買ってみました。もしですね、気に入ったものがあれば、お近くのセリアに行ってみてはどうでしょうか。それではまた次回に。